スタンダルトは、ロシア帝国の皇室ヨットである。最後のロシア皇帝ニコライ2世が所有していたヨットの中でも最大規模のものであった。第1次世界大戦の勃発後に、監督入りしたが、1936年に、嫌い不説艦となり、第二次世界大戦中は、レニングラード防衛で重要な役割を担った。スタンダルトは、ロシア皇帝アレクサンドル3世の命を受けて、 デンマークの造船所がマイスターウェインは1893年10月1日から建造を開始した。1895年3月21日に浸水。1896年9月に竣工した。マホガニーのパネルが敷き詰められ、クリスタルのシャンデリア、ベルベットのカーテンが下げてあった。世界で最も優雅な航海船と言われたほどであった。アレクサンドル三世の後を継いだ。 ニコライ2世を強く意識したドイツ皇帝ビルヘルム2世は、ほぼ同時期に建造した豪華な皇室ヨット、ホーエン・ツォレルンを好んで利用して対抗した。皇帝一家は、毎年6月の2週間はこのヨットに乗って、フィンランド周辺の海岸で、のんびりとクルージングを楽しみ、ニコライ2世もこれを、最も気に入っていた。ヨットで、島々の間を巡航し、日暮れ時には入り江に停泊した。 そして、朝に目覚めた時に住んだ、青い海、黄色い砂浜、赤色の河口岩の島々、緑が茂る森を見渡せるようになっていた。皇帝一行用の礼拝堂や、大広間だけでなく、乗船する士官、機関部員、家父、水父、事、船出係、名堂、ブラスバンドやオーケストラのメンバー、護衛省隊全員のための居住空間もあった。主官のうちの何人かは、 皇帝一家の食卓に招待された。ニコライ二世は、ビリヤードやドミノを士官と一緒に楽しみ、アレクセイは遊び仲間と一緒に駆け回り、四人の大皇女たちマリアとビクトリア王女ヘッセン大皇、ルートビヒとオリガルートビヒとタチアナ・アナスタシアと、士官、マリア皇太后とニコライ二世、オットマ士官とダンスをする、タチアナ・フランス語家提供し、ピエール・ジリアールとアレクセイ・アルタフキンを巡行する、 スタンダルと合心室食堂、ありがとうございます。